ほやほあ、ありがとう。おつかりん、おつかりん、おつかりん、おつかりん。ただいまどこからって感じやけど。あ、そんな白飛びしてない気がする。じゃあ着たままでいいや。いや、白飛んでるかも、わからん。やほー、さやかりん生きてたのって。いや、生きてなかったよ全然生きてなかったよ、申し訳ないですけど。ちょっと待って、なんかさ、すごい変なとこに立てかけてやってるけんさ、あんまコメントがこう動かせん。ギフトも読めてない、ありがとうございます。なんかすごい、なんかさ、あれじゃん、隅っこ暮らしじゃん。隅っこ暮らしギフトありがとうございます、ありがとうございますテンションがおかしい今日私一人部屋だから、いくら発狂しても大丈夫なんよ。発狂しても大丈夫、誰にも迷惑かけません。今日はね、今日はついに SKE さんとの合同ライブ、ありがとうございました、ありがとうございました。生で見に行ってよかったってなるライブだった。そう、もう私はなんかめっちゃ久しぶりじゃない配信めっちゃ久しぶりじゃない。みんな何してた、この期間何してたのかな。私はもうね、なんかダンス頑張ってましたダンス頑張ってました。なんか久しぶりすぎて何を話したらいいんだろう。今日は合同ライブで SKE さんの楽曲とかもたくさんさせていただいたんですけど、いや SKE さんの楽曲さ、難しいね、難しいというか早くてさ、私は基本スローペースでしか動けない人なので、ちょっと苦戦したんですけど頑張りました。セトリをじゃあ、セトリ発表、セトリとかもね、あんま言えなかったからね。セトリはどこですか。セトリって言っていいの、これ言っていいのかな。配信放送が来年の1月に放送TBS チャンネル1で放送されますので、ぜひぜひご覧くださいあ、先輩方がもう言われてたあ、もう書いてたじゃあ言っていいやつだよ。じゃあ言っていいんだ、きっと。SKE さんの楽曲は、ハッピーランキングと、声出していこうぜと、天使のしっぽと、賛成かわいいと、無意識の色と、パレオはエメラルドをさせていただきました。
タタタタタタタ。そう。でユニットはね、そう涙の表面張力もさせていただいたんですよ。セトリ見てさ、涙の表面張力に自分の名前が入っていた時の私の気持ち分かりますか？私の気持ち分かりますか？え？涙の表面張力。本当にそうギリギリだったね。いやどうだったかな、どうだったんだろう、どうだったんだろう。でもね、いっぱい踊った。もう部屋に引きこもって、自主練のする部屋に引きこもっていっぱい踊ったんですけど、どうなんだろう。と私もね、自分のその今日のステージを客観的に見れてないのでわからないんですけど。あ、そう、緊張した。今日はね、めっちゃ緊張してた私。普段そんなに緊張は感じないタイプなんですけど、今日めちゃめちゃ緊張してて、もうこれは体に染み付けなきゃって思って、体に染み付くぐらいずっと踊ってたんですけど、でも今日のリハーサルでなんか振りがね、一個私一個じゃない、二つ間違えて覚えてるとこがあって、え、急遽もうさ、それでその間違えたやつで二つ覚えちゃってたからさ、えってなってて、あわあわしてたんですけど、今日終わった後みちさんがモニターで見ててくださってて、それそこもできてたよって言ってくださって、よかった。だからそこも、まあ、その間違えて覚えてたとこはいけてたっぽい。楽しいライブだった。ありがとうございます。そう、七並べのね、去年のイベント、七並べのイベントで皆さんが連れてきてくださったステージだったので、楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。天使の尻尾はあれ、舞台はみ出し物の音色の舞台の時にちょうど深井願いちゃんが SKE の曲で、さやかりにやってほしい曲があるって言って、天使の尻尾って曲やってほしいって、きっと雰囲気に合うと思うって、ちょうど全然何も今回のライブとか関係なく普通に話して言ってくれてて、その言ってくれてた次の日にその今回の合同ライブのアンケートが、やりたいユニット曲ありますかみたいなアンケートが来て、だからあ、じゃあ書いちゃおうっていうことで、天使の尻尾って書かせていただいたんですけど、まさか本当に本当にできるとは思ってなかったのでびっくり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 でしたね。そう、願いちゃんには今日ね、天使の尻尾することは話してない。
SKE さんとの合同ライブがあってっていう話はしてて、天使のしっぽ以外の瀬戸里 SKE さんの曲やる曲とかは話したりしたんですけどなんか恥ずかしくて天使のしっぽだけねやることちょっと秘密にした。すごいね、あれなんか尻尾がねすごいふわふわ、初めて人生で生まれて初めて尻尾をつけました。いっこうさんタワーありがとうございます。ありがタワーです。ありがとう、ありがとうございます。お疲れさん、なんかすごい平和な世界、平和な世界だ、なんか今この画面がすごい平和な世界だった。いいね、その世界に行きたい。お疲れさん、ありがとうございます。スミック暮らし、また翔一さんもありがとう、ありがとうございます。翔一さんもありがとう。お疲れさん、翔一さん、ありがとうございます。ちょっとね、私タワーのお礼もねすごい溜めちゃってる、またさせてください。ありがとうございます。ちょっともうなんだかんださ、やばくない？11月20日だって。え、そんなの聞いてない、そんなの聞いてないんだけど。ということでちょっともう来年には何事も持ち越さないと決めてるので、ちょっと今年中に今年中ってするとすごい、え、でも今年中、いや、まあそうですね、今年中近いうちにありがとう、ありがとうね。もやし生活さんもありがとう、ありがとうございます。ありがたわです、ありがとう。最悪13月になるやばい、私ならちょっとやりかねん、ちょっといやないですので、13月はね、2023年13月を作らないように、今年のことは今年にやらないとね。そんな感じで、すごい、もう今日ね、もうこの SKE さんとのこの合同ライブのレッスンがあった日とか、え、これどうしようって思って、どうしようって思って、すごい先輩方みんな振り入れもやっぱ振り覚え、いや私が遅いだけなんですけど、いや私が遅いのもあるんですけど、もう全然ついていけなくて、このライブ出れるのかなって、ちょっと生死をさまよってたんですけど無事に本日迎えることができまして、ありがとうございました。そうね、2期生ね、本当はね、みほりんもだったんですけど、悲しい、一緒に寝たかった。みこそう、一人部屋だよ今日、多分2期生が一人だけだったからだと思うんですけど、なんか落ち着かないぜ。そうね、みほりんと相部屋かも今
何の話する？何の話する？ハッピーラケル、タタタタタ。そう、衣装もね、SKE さんの衣装をめちゃめちゃ着させていただきました。すごい、なんか新鮮だった。すごく新鮮でした。めちゃめちゃ可愛い衣装でした。そうね、華やかだった。すごいキラキラみたいな。初めて来た。そう、貴重な経験をさせていただきました。 SKE さんメンバーさんともお写真撮らせていただいたりしたので、またね、明日以降送ります。いやいろいろと一段落ついた気がしない？そんなこんなで3日後はお話し会なので、まったり話しましょう。いやー、もうさ、あんまり日にちを考えずに生きてきてたから、今私割と11月がもう後半っていうことにびっくりしてる。衝撃を受けてる。さっきもさ、来年の1月に放送されますので、今日のライブ放送されますって言ってたけど、来年？冷静に考えたら来年？クリスマス来ちゃう。で、クリスマスコンサート、クリスマスライブも発表されてましたね、24日。やったー、やったー。あ、そうなんよ。私ちょっとそう、ドゥームズデイ、今月ね、スマホアプリドゥームズデイさんとコラボさせていただいてて、そう、ちょっと力を入れて頑張っていく、いかないといけない。頑張っていかないといけない。ちょっとレベルを、本部のレベルを上げないといけない。頑張る所存です。頑張る所存です。もうなんかずっと今日のライブのことを、このここ1週間2週間ぐらい考えてたから、もう終わったのか。すごい盛り上がる曲がいっぱいあった。なんか STU と SKE さんとの曲をやらせていただいた、両方やらせてやったんですけど、そのね、2つのグループの曲の違いとかもあって、なかなか他にないライブになったのではないでしょうか。ありがとうございました。
今日ね、お弁当、お昼に出していただいたお弁当が、シューマイのさ、有名なとこ、どこだっけ？シューマイ。そう、崎陽軒さんのシューマイの弁当で、なんかその弁当ね、すごい前に武道館ライブ出させていただいた時に食べたお弁当で、それ以来だったからすごいなんか記憶に残ってて、なんかエモい気持ちだった。エモいの使い方がこれがあっとんかは分からんけど、エモい気持ちでした。もう58分だって。ありがとう、皆さんありがとう。またみんなに会えて嬉しいよ。無事に生き延びれてよかった。ありがとう、話してくれて。今日も一日という間、ギフトもね、ありがとうございます。すごいなんか平和な世界で癒された。ありがとう。あ、壇上を読ませていただこうと思います。13位から、けんちゃん、ゆういちさん、やまいさん、つなさん、かずささん、ゆずきちさん、ビルマさん、トラさん、ようちゃんさん、いっこうさん、もやし生活さん、お疲れさん、しょういちさんです。ありがとうございました。ありがとう。壇上、いや違う、忘れてないよ。やばい、久しぶりすぎて。バイバイ。今日はありがとうございました。明日は別に朝が早くないので、ちょっとゆっくり寝ます。今晩バイバイ、ありがとう、グッドナイン。また話そうね。寝よ。